はい、皆さんこんにちは、松田ひかるです。本日は日本海総合選手権の、デンソーさんとの対決となります。初日が台風の影響で1回戦ができなかったので、実質の、決勝戦という形になります。でちなみにじゃじゃん、11月13、14、15のポスターができました。ぜひ皆さん現地で見てください。はい、ということでデンソーさん、昨年の決勝トーナメントの決勝戦で戦った相手ですね。あの時は、ヒラキンが2試合目でデンソーさんが4試合目ということで、まあ、山脇選手が、使えている状況だったので、まあ、大差で勝つことができました。で今回はお互いが2試合目なので同じ条件で対決となります。山脇投手はポケットにゴリラ入れてますね。本当に山脇投手は、バランスのいいピッチャーですね。コントロール、スピード、そしてボールが上下にしっかり動かせて、握りもライズの握りでドロップだったりドロップの握りでライズだったりっていう、本当に器用に何でもできるピッチャーだと思います。スタメンはこちらとなります。1回戦の時と、打順が少し変更になっているのとサードで赤坂選手ではなく黒岩選手が出場しています。はい、まずは先頭梅選手ですね。これも低めのローライズですね。うまく合わせてますけどちょっと飛距離が足らなかったですね。そして浜本選手、今度はインコースのドロップですね。そして3番松田ですね。 2-3 から初動の山脇選手、上々の立ち上がりですね。まあ、でもヒラキンの1-2-3 も三振なくバットに当たっているのでこれから期待というところですかね。1回戦同様松田が先発です。1番バッター、チェンジアップ、これ嫌な回転なんですけどね、宇根選手、確実に捕球してアウトにしてくれました。そしてこの1番バッターの茂見選手、すっごい足速いですね。ギリギリでした今ので。2番の弘前選手、打球が跳ねない、そして打球がちょっと来ないような難しいバウンドでしたが安見選手が確実に処理しました。3番田中選手ですね。ツーストライク追い込んでから宇根選手警戒ですね。内野ゴロ3つで3アウトチェンジとなります。2回、キャプテン鳥山選手からですね。ちなみに山脇選手と鳥山選手同い年です。これも惜しかったですね。ドロップ芯でちょっと下に入りすぎた。これは非常に内容のあるバッティングだと思います。そして5番山内選手がフォアボール、ワイルドピッチの間に二塁へと進みます。6番和田選手、球が見えてますね。1回戦の時から状態良さそうです。フォアボールを取りました。そして8番の安見選手、ワンアウト1、2塁、一打先制のチャンスですね。ここは見逃し三振と。山脇選手のローライズって他のピッチャーの低めより伸びてるのか、結構ボールが低く見えるんですよね。これは本当にいいボールでしたね。そして初スタメンの黒岩選手ですね。真剣な表情ですね。チェンジアップうまく待ったんですけど、この
茂見選手、足が本当に速いんですね。うちの西山選手も速いんですけど、この2人じゃなかったら追いつかないんじゃないかなっていう打球でした。黒岩選手惜しかったですね。そして4番ですね、安見選手、ちょっとイメージと多分バウンドが合わなかったんですかね。がっかりしてますね。まあでもベンチからもいい声出てますね。このタイム、鳥山選手めちゃくちゃ怒ってますね。して5番が三振、ワンアウト一塁ですね。6番松尾くんですね。去年の決勝トーナメントで、大阪桃次郎と大和悪党からホームランを打った選手ですね。ゲッツーかなと思ったんですけど、ちょっと安住選手バタバタしてます、ね、珍しい。まあでも宇根選手がしっかりカバーしましたね。そして山脇選手にフォアボールを出してしまい、ツーアウト1、2塁のピンチとなります。初対戦のバッターだったんですが、初球インコースを思いっきり引っ張られたんでちょっとドキッとしましたが、なんとか三振でピンチを切り抜けます。どんま休みって言われてますね。3回です。西山選手、今度はスラップで、素晴らしいですね。バントもうまいし叩きもうまい、最強の9番バッターですね。で打順は、2巡目となります。ノーアウト1塁、何でもできます。しかしここは山脇選手のドロップが素晴らしかったですね。いい高さでした。浜本選手がセーフティー気味の送りバントですね。最低限送ってあわよくば自分も生きようというバントだったと思います。で3番松田、インコースのドロップですね。西山選手の足が光った、他の選手はなかなか帰ってこれないような、レフトがだいぶ詰めていたんですが先制点を取ります。鳥山選手チェンジアップ追っかけてしまいましたね。でも3回に、先制 1-0 ですね。3回裏になります。先頭バッター9番バッターが空振り三振で、1番バッター安見選手、まあ、ナイスプレーですね。いいプレーですね。あ、いい笑顔出てますね、安見選手。2番がそしてサードライナー黒田選手、がっちりキャッチで3アウトです。4回表に入ります。先頭山内選手、いいスイングでしたけどね、これも紙一重ですね。和田選手、これはもうセカンドが上手に取りましたね。難しいバウンドだったんですが、ちょっと下がりながらうまく取りました。そして安見選手、これもセカンドポジショニングもいいですね。 1,2 塁間のゲームでしたが、きっちり処理しました。はい、4回裏です。3番バッターからセンター前ヒットですね。カウント良かったのにボール球でいいところ
甘めのストライクを投げてしまいましたね。そして4番バッターにライト前、これも2ストライクから、この回ちょっとコースが甘かったですね。2ストライク追い込んでからも真ん中の方に球が寄っていました。ノーアウト1、2塁、ここ強攻で来るんですね。そして宇根選手、黒岩選手、ナイスコンビですね。6、5、3のダブルプレー、この宇根選手のグラブトス、キャッチング、そして黒岩選手取ってから全てが素晴らしかったと思います。2アウト2塁になって松尾選手を迎えます。すごいところに投げてますね、これ。そして山脇選手、インコースギチギチに立ってるんですごく投げにくかったんですよね。無事にピッチャーゴロで3アウト、なんとかしのいだイニングとなりました。5回表に入ります。先頭黒岩選手、絶妙なバントでしたけど打球が死にすぎましたね。キャッチャーの反応も早く、取ってからも早かったですね。ナイスバント、ナイスプレーでした。続く西山選手、バント攻撃ですね。ここサードがファールになるかなと見逃したんですが、ここはもう西山選手の技術の勝利ということですね。そしてワンアウト一塁から宇根選手ですね。宇根選手初球いきます。バスターのような動きを見せてるんで、外野手もちょっと前にいたのかもしれませんが、素晴らしいバッティングでしたね。この追加点非常に大きいですね。そしてワンアウト三塁で浜本選手、これもナイスバッティングでしたが、こんなところが正面すぎましたね。でツーアウト三塁、チェンジアップにサードゴロと、で5回裏の攻撃になります。先頭バッターがファーストゴロ、栗山選手難しいバウンドでしたが、がっちりキャッチしましたね。9番バッターがレフトフライト、そして1番バッター三振。この回は、ね、球数も少なく三者凡退で6回表の攻撃です。4番鳥山選手、空振り三振、今のも多分ライズの握りでドロップを投げたっていう空振りの仕方でしたね。そして山内選手ですね。あー、ナイスバッティングですね。外を無理やり、そしてこのセンターもこの打球を追いつく、これもすごいですね。そして二塁上でトイレットやってますね、山内選手。ワンアウト二塁となり和田選手、チェンジアップを打たされましたね。まあでも最低限右方向にゴロを打ってるのでランナーが進みます。まあ、そういう意識がすごく大事だと思います。ツーアウト三塁、安見選手、ショートライナー、チャンスは作りましたが無得点で6回裏になります。2番バッター弘前選手に粘られてセンター前、先頭出してしまいます。そして3番バッター、送りバントですね。これはもう最低なエラーですね。打球の寄せからちょっと遅かったですし、宇根選手チョップしてますね。それはもうそれぐらいのエラーでした。
でノーアウト1、2塁となります。そしてサードゴロ、ちょっとトスの場所が悪かったですね。やっぱり自分のエラーからちょっと嫌な流れになってしまったっていうのがありましたね。なおもノーアウト1、2塁、鳥の選手こけてましたね。まあ、でも安見選手がしっかりとカバーしました。ちょっと恥ずかしそうですね。ワンアウト2、3塁で松尾選手、西山選手これよく取ってくれましたね。落ちるかなと思ったんですが、まあでも犠牲フライとなり2対2の同点となります。6回裏に追いつかれました。そして7番の山脇選手ですね。サードライナー、黒山選手しっかりキャッチしました。面白くなりましたね。2対2で最終回へと進みます。7回はサードライナーを取った黒岩選手からずっと惜しい打球続いてたんですが、この真ん中低めのドロップ、これすっごいいい球なんですよね。あそこの高さからローライはもうストライクに入ってくるので、ついつい手が出てしまう場所ですね。そして西山選手、この大会まだアウトになってません。全球ご覧ください。初球絶妙なステップしましたね。打つと見せかけてバントがファールになります。真ん中低め、うわー、いいボールですね。ここからファール、ファール、うわー、際どいのよく見えてますね。ツーボール、ツー、そしてまたファール、ファール、ファール、すごいですねこの戦いは。そしてなんとこのタイミングでセーフティーをするんですね。これはちょっと驚きですね。急にツーストライクからバントに切り替えるという、ちょっとチームメートでも想像できないような打席でした。そして西山選手が盗塁して、チャンスメイクします。ワンアウト二塁で宇選手となります。レフトフライでランナー動けずですね。で2番浜本選手、いい入りですね。コースも高さも絶妙なところに来てますね。ワンストライクからの2球目、なんとツーランホームラン。最後の最後できっちりと大仕事をやり遂げましたね、浜本選手。岡山大会でも期待ですね。で、ツーアウトランナーなしから内田がライト前ヒット、完全に詰まってましたね。いいとこに転がったっていう打球でした。で、ダイソーで赤坂選手で、このワイルドピッチの間に一気に三塁に行きますね。ナイスランです。そして鳥山選手、前の3打席はいいとこありませんでしたが、最後しっかり打ちましたね。で、セカンドが弾いたことでランニングホームランなりませんね。これ全力で走ってたんですけど、で大きい追加点となりました。
なおもツーアウト三塁。ここは山脇選手のドロップがいいドロップでしたね。最終回はクローザーの崎村選手が投げます。そしてお決まりのお祈りですね。ちょっと野手みんな今回出遅れましたね。8番代打ですね、ライトフライ、ワンアウト。で9番もこれも代打ですね。ああ渋くレフト前に持っていかれます。これも詰まってましたけどね。で1番がレフトフライ、ツーアウト。2番が渋くもライト前ですね。ツーアウト1、3塁。そして3番バッター、はい、レフトフライということで、5対2、ヒラキンの勝利、一応ブロック優勝という形となりました。久しぶりの、日本リーグのチームとの対戦となりましたが、まあ、やはり、好ゲームとなりました。岡山大会では、両チームとも、試合感をもうちょっと、取り戻していい状態で入ると思うので、もっといい試合が見れると思います。ぜひ見に来てください。11月13、14、15の3日間、日本男子リーグのトーナメントが岡山市にて開催されます。有観客、入場料無料。世界ランキング1位の日本男子ソフトボール、世界最高峰のプレーを見逃すな。